お呼び出しいたします。先ほどのマスターズクラスカーナンバー3番産方純一選手、 OX 関東 withJMP 産方純一選手は計量が終わりましたらコントロールタワー階段下のテントのところまでお越しください。続いてはシニアマックス CD です。こちらの方は公式予選タイムトライアルで総合3番手4番手だったドライバー、7番手8番手だったドライバー、11番手12番手だったドライバーというふうに並んでおります。それではスターティンググリッドです。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー10番HRS ジャパン奥田桃、レディース日本代表なるか。セカンドはカーナンバー14番 COB カート坂本周平、3番グリッド3番高山短大 with ピーターパン遠藤翔吾、4番グリッド54番ヴィンセントソスピリレーシング佐藤マリノ、5番グリッド8番トレンタクアトロ小瀬良也、6番グリッド31番ティームヒラの平野由香、以上がトップ6です。7番手には60番カロル・ダブスキー、8番手21番岡本大輝、9番手38番財津龍斗、10番手35番小田有沙、ローリング2周目です。11番手55番杉本亮、12番手9番黒沼瀬奈、13番手39番篠谷和樹、12番手、ごめんなさい、14番手浜久保太一、カーナンバー15番。さあ1台スローダウンをしてバックストレートエンドのところに止まってしまいました。スタートできないドライバーが出てきています。バックストレートエンドアウトサイドで1台止まってしまっています。ゆっくりとしたローリング最終コーナーへと差し掛かっていきます。最終コーナーから立ち上がってきます。ホームストレートスタートは切られました。さあカーナンバー56番が今ホームストレート遅れてスタートということになりました。岡本ですね、28番手スタート岡本です。さあそしてヘアピンなだれ込んでくる、うおー、カロル・ダブスキーが結構ガツガツ来てますね。現在5番手ですけれども、さあそしてここでまた1台2台と遅れてしまったマシンが出てくる。カーナンバー9番の黒沼と11番の岡村、大きく遅れてしまいました。トップは奥田桃がキープ、2番手には遠藤翔吾です。3番手にいるのはこのカラーリングは小瀬良也でしょうか。インサイドスタートがいいスタートを切っていった模様。さあカーナンバー23番もガタガタガタとなってます。相田和樹です。ホームストレート4番手には坂本、5番手にカロル・ダブスキー、6番手には財津龍と、7番手に平野由香、8番手のこの蛍光のカラーリングヘルメットはこれは、篠谷ですかね。さあヘアピンのところでまたこの辺りが入れ替わっていきます。遠藤翔吾トップに浮上、2番手に奥田桃、3番手小瀬良也は行きたかったけれどもここは見ていく、つばぜり合いの序盤です。4番手坂本、5番手にはカロル、6番手に財津、7番手に平野、まだ長い列、中盤から後半に至るまで一体何台いるんだというぐらい途切れない状況となっています。トップは遠藤のまま1コーナーから2コーナー、動いたのは小瀬良也、小瀬良也動きました。2コーナーインサイド飛び込む、2番手に浮上、後ろにはしかし奥田桃がピタッとつけている。そしてヘアピンで飛び込んでくる奥田、しかしアウト側に膨らむ、イン側から小瀬良也、これをうまく戻してきました。ポジションキープ、次のタコツボはここは守ってきた、あーっと、そしてアウトサイドに遠藤翔吾はらんじゃったか。
今のタイミングだったら遠藤は普通に逃げられると思ったんですが、一気にズバンズバン4番手までドロップ、バックストレートエンドで坂本がイン側ギリギリまで粘ったんですけれども、跳ねてしまいまして若干スピードダウン。これで大きく体勢変わってきた。小瀬良也トップ、2番手に少し離れて奥田桃、3番手遠藤、その後ろには財津。これはちょっと予想のできない展開になってまいりました。トップとセカンドタイムギャップはコンマ7あります。このまま逃げ切っていくのか、昨日までは調子が良くなかったという小瀬良也です。さあ今ヘアピンのところでは中盤で玉突き状態が起こっていますが、カーナンバー21番岡本大輝、なんとか難を逃れましてこの集団の一番前に上がってきまして、これが8番手です。9番手には篠谷和樹、その後ろには浜久保太一、小田有沙がいると思われますが、第2集団もかなり激しい接近戦となっています。4周終了、5周目、トップ小瀬、後ろの奥田桃に対して遠藤、様子を見ているかのような走り、財津、坂本といったドライバーが、そしてカロル・ダブスキーのようにいつものこの水の海にはいないメンバーが怒涛のように押し寄せてきます。7番手平野ゆかいまでが一段、そして2番手3番手争い、タコツボのところでインサイド、遠藤翔吾飛び込んできました。後ろから財津龍とも奥田桃のイン側を狙いたいが、これはダメ。奥田桃自体がイン側を狙っていきましたけれども、入れ替わりはない。遠藤翔吾を先頭に2番手争いが6台、テールトゥーノーズの数珠つなぎ状態でホームストレートに戻ってきます。残り周回数は3周、財津龍斗が動く、奥田桃も動く、2コーナーしかし入れ替わりはない。その後ろではカロル・ダブスキーが坂本をかわした。カロル・ダブスキーが5番手に浮上、坂本は激しくブレーキングをします。後ろの平野ゆかいは動きません。さらに第2集団から岡本大輝、篠谷和樹といったメンバー追い上げてきています。このまま2番手争いが集団のままもつれ込むと、あっという間に追いついてきた後方集団との長い列になる。バックストレートエンド、予選ヒートからこの迫力、さすがはマックスフェスティバル。予選ヒートのワンポジションは決勝ヒートの何ポジションに相当するのか、ともかく予選落ちもあります。さあここで1コーナー、平野ゆかいが動いた、イン側にマシンを振ってポジションを上げていきました。平野ゆかい6番手に浮上、ただし前からはだいぶ離れていまして第2集団のトップという形になりました。先ほどまでは2番手争いが長い列だったんですが、その中から4台が抜け出して6番手以降が後ろに少しちぎれたような形になっています。トップはタコツボから立ち上がり、後ろを振り返るのはトップ回走中の小瀬良也。バックストレートエンドのところでは4台のつばぜり合い、カロル・ダブスキーの動きが気になるところだ。この4台の2番手争いのうち一番後ろにつけているカーナンバー60番、前にも名前呼んだなと思ったら、ずいぶん昔にこの水波がレイクウェイだった時代にフェスティバルに来てくれているそうです。さあ2コーナーでは遠藤翔吾が動いて奥田桃をパス。奥田は先ほどはこのヘアピンで返してきたんですけれども、遠藤がかなりイン側のラインを走っているためここでは仕掛けられません。タコツボ、カロルも動きそうな雰囲気、一触即発の2番手争いです。ファイナルラップになっています。バックストレートエンドのところではどうだ、遠藤翔吾を守っていく、奥田も隙を見つけられない。 S 字の2個目もそのまま順調に立ち上がってきます。最終コーナーから電気系統のトラブルに悩まされていたという小瀬良也が上々の滑り出し、2番手遠藤翔吾、3番手奥田桃、4番手に財津龍斗、5番手カロル・ダブスキー、6番手に平野ゆかい、7番手に岡本大輝、8番手に篠谷和樹、9番手小田有沙、少し離れまして10番手に水野幸喜という順にチェッカー。佐藤真理乃は11番手ですね、4番手スタートだったんですが11番手フィニッシュ、12番手に富田蓮、以下浜久保太一、坂本周平、杉本亮、ここまでが15番手まででした。シニアの CD グループ予選ヒートでした。続いてはシニアの AB グループ予選ヒートです。